実家に帰ってまいりました本日すごい新幹線混んでて今日懐中電灯マニアさんこんばんは慎太郎さん花火ありがとうございますそうもう海外の方が多すぎてびっくりしたしかもみんないちごよさ通りのかりんカリン姫さん箱おしいさんこんばんはしゅうけんさん流れ星ありがとうございますしのりさん流れ星ありがとうございます そう、タナさんお疲れありがとうございますそうなのそうなのあ、明日で年内の仕事終わりえそういう人多いね、まあそりゃそうかだって金曜日だ、ん違うな金曜日だもんねーじゃないもんね木曜日かそうなのか小狐さんお刺身さんこんばんはねウィンタースポーツを楽しみに来てるのかなすっごい嫌でした今日 新幹線もう指定席も全部完売らしくて自由席も,もう座れなくてデッキにいましたずっとキャリーに座ってたヤケルさんおばかさんこんばんは上杉さんだるまありがとうございますそうこの時期に帰省すんのめっちゃ嫌なんだよねしょうがないんだけどマジで嫌。 懐中電灯マニアさんえっ、ー、と花火ありがとうございますそうで今日は家族で「サスケを見てもう大騒ぎさっきツイートにも書いたけど毎年一緒に見てるんだけど「敏りさんハートありがとうございます」え。疲れた 未来さんこんばんは新幹線お疲れありがとうそう毎年見てるんだけどね本当に最高だった今日もでも今年はねあでもこれ見てない人いるのかなあんまりえ何これお刺身さん良いお年をありがとうございます可愛い,いなんかネオンな感じなんだね可愛い,いね <laughs> こんなのあるんだ一本待って座る東京駅じゃないとあでもなんか あのなんていうのあの何その時間に着きたいって感じだったのそうそうなんかさいやわかるよ雪降るよねウィンタースポーツする人したいよね。 ちょっとずらしてきてほしいなっていう <laughs> 本当に帰りたい人が帰りづらいっていうね、まあ、そんなのしょうがないんだけどね。ねえなんかさこれ多分さ私だけなんだけどさ、奈々さん花火ありがとうございます。私だけってか多分分かる人さ少ないと思うんだけどさなんか東海道新幹線って名古屋とか大阪とか行くじゃんそういうのが混んでるのはわかるの。 都会だから普通に帰省じゃなくても行く用事あるじゃん行く用事ある人多いじゃん新なんか名古屋とかさ大阪観光地だからでそれが混んでて座れないのは全然いいしわかるだけど新潟行きっていうのが腹立つんだよねなんかさ新潟に行くために座れないの嫌なんだよねわかるこのわ <laughs> かります懐中電灯マニアさん えっと流れ星ありがとうございますビンシラさんこんばんは未来さんハートありがとうございますそうマーボーさんこんばんはそうなのそうなのそうそ <laughs> 新潟ってのがねうんってなるんだよね <laughs> 何しに来てんのよっていう何もないでしょ雪以外だから雪に来てんだよねそうだよね うん、そうだよね名古屋とか大阪も雪ないもんねあんまねそうだよねこのぐらいしかね混まないもんね新潟ねそうだよねでも本当にびっくりするぐらい海外の方が多くて結構冗談抜きで半分以上そうだったんじゃないっていうくらい乗車率が高かった外国人の方のそう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 。 そうなのよ、そう、新潟駅からそうあ、新潟駅まで行かない人たちだと思う越後湯沢からも座れなかったいやもう越後湯沢まで来ちゃったらもう座る気にもなんないよねもはやもつくしっていう <laughs> 俺も見てたけどしんいちさんこんばんは俺も見てたけど最後しかねわかる SASUKE さちょっとね今回厳しかったよねっていう。 そう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 う <laughs> 今日もママお疲れ様って <laughs> 新潟県は上京してる人が全国1位だってそりゃそうだよね、うん、何もないもんだっていや雪になるょゃえわかるなんもないくせに雪しか降らないからさ雪に勝る魅力 てか別に雪も魅力ではないしねフリ嫌だけどそれああなるほどね雪嫌だけどでも住もうって思える魅力がないってことだ出ないよママもう出ようよ一旦一旦ん出てみ後悔してるでしょ出たことないぜだもんねそう何回か話したことあるけど そうそうそうトンネルいくつかだけどそ20分くらいついちゃうからさもうなんかもう座る <laughs> 座る気にもならんみたいな、ね、逆にもう何か入っちゃうのもめんどくさいみたいなちょっとすいませんお湯を足していただいてもよろしいでしょうかごめんなさい大丈夫気をつけてそうなんだよそうしよう <laughs> <laughs> そううちの両親新潟から出たことない人たちだから <laughs> でも今となってはちょっと出てもよかったかなって思うやっぱそうだよねカズさんタコボーズさんこんばんはママは家に来ます <laughs> <laughs> いいんですか <laughs> <laughs> いいんですかじゃないのいいんですかもおかしいか <laughs> そうそうそうね <laughs> シュウケンさんハートありがとうございます そうなんだよねだって別にさまあの家に1週間とか泊まってるのそれがもうずっとってことで別によくないあ,、うん、あのぐらいの暮らしでもいいです全然いいでしょ便利じゃん便利だね引っ越してさもうちょっと広い部屋にして、うん、で駐車場付きのところとかにしたらさいいですめっちゃよくない,い,い だって雪降らないしスニーカー履けます。うん、あいいですね。えー、めめっちゃ晴れ。いいですね。毎日晴れずほぼ。もう雪触らなくていいし見なくていいっていうのがいいで、ね、えそう。まあでもその代わりちょっと降ったら大騒ぎだけどね。まあね。でも愉快だなって見てられるよ。まあね。みんなつる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 滑って、ね、大丈夫そうって。<laughs> そうだよね。<laughs> うん。しかもだって。 電車遅れまました出勤できませんが通るじゃんそうこっち <laughs> そんな言い訳通じないから、えー、電車とか使ってないしまず、えー、みたいなね<う>対してそ,<う>そしたらママへのプレゼントをまあまあに送りやすいなるほどまあじゃないのよ仕事に対したら新潟以上計画してるんだけど住むのは新潟市内が大前提ああそう関東の関東にいる方新潟に住みたいの でも新潟市内だってでもさ東京に遠いから不便だよね新潟ってっていう、うん、しかもさ降らなくないじゃんたまに降るえたまにめっちゃ降ってさもう交通網とか死ぬじゃん、うん、それもそれでじゃないしかも海近いから寒いし車どんなもんなんだろうね何がってか圧雪やばいからマジで危ないよ新潟。 いいいっぱいとかな,いもん、ね、ないしかも除雪マジで下手くそだし歩道とかないし最悪だった高校の,の時みんんんな踏んでいくもんねえそうだよそれでみんなめちゃくちゃすっ転んでるからね家の前とかのけてくれればいいのにあ,、まあ家の前からいやってんじゃないだ,だけど家にさ面してないじゃんあのイオンに行く通りとかなんてさ家ないじゃんまずあの周りにああ<ー><う> てくれるじゃん。こっ,ちはこっちはね。向こうなんかやらないのよ。<laughs> ふざけたスコップが置いてあるから、バス停に <laughs> これでや協力してやってください。みたいな。とし <laughs> <laughs> のりさん流れ星ありがとうございます。たれやきさん紙吹雪ありがとうございます。年齢重ねると新潟の方がいいと思う時来るかもね。ってさめっちゃ言われるけど絶対ないと思うわ。 っていうかあの田舎がいいなはあるかもしれないけど新潟がいいは多分ない雪が降る限りはないそう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 だからなんかなんだろうね別にあの田舎落ち着いてる田舎とかはいいなって思うもん,のんびりして,て、ね、そう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 都内でもさ郊外の方とかさそれこそ千葉埼玉神奈川とか 関東圏だけどちょっと落ち着いてるところとか長野とか長野いいな長野いいよね長野好きなんだよねわかるうちって長野好きだよね <laughs> なんか知らないけどね別に何もないのにね親戚いるとかさ <laughs>、うん、じゃないのに長野好きだよね、うん、善光寺行きがちだもんね<う>えでもわかるわかるとかさ、うん、とかまあまあまあ群馬とかね 長野の方がいいよね <laughs> えでもさそうとかさそういうのだったら全然いいだから別に田舎が嫌いとかじゃないんだけどただただ本当に雪が嫌だっていうもうアレルギーだよねそうだよやっぱ雪国出身の人はなかなかそうってならないよね。

だって全く降らないとかなんてないじゃん。全く降らないなんてことないけど、ほぼほぼ降らないじゃん、ん海沿いとかさ。さいや、そうだけどさ、だから結局さ、それってちょっと降った時にもうさ、麻痺やん。まあ、ってなったら、もう降らない方が良くないかっていう。なんか東京のさ。麻痺はさ、笑ってられるまだ。わ <laughs> かる。まあ、東京だもんねって思えるじゃん、だって。 普段振らないもんねしょうがないかってなるけどさそれこそ「おいおい新潟県民だろ?」ってなっちゃうみたいな合わないんだろうねきっと「新潟適度に田舎で適度に都会いいと思うけどな」だって<ん>でもさいやそうなのかなどうなんだろうねこれ年齢重ねたら変わるの 変わるのかだって今さもうあれじゃん服も欲しいコスメも欲しいってなっててやっぱ東京の方がさ品揃えい,いいしいろいろあるからさってなるのかなそういうのに別に興味が湧かなくなってきたらもう別にこっちでいいやつなんのかなママ,はな,ま、ね、マ,マはならないでしょママがならないってことはママてならないんだよ絶対。やっぱ向いいてない この前に雪降ったとき新潟市内は交通麻痺してたて。<laughs> そんな降っっけ？ね。まネットスカイさんハロー。雪への憎しみが <laughs> いやガチやだよねもう見たくないもんね。うん、本当に。ハグロさんこんばんは流れ星ありがとうございます。近くの休み雪ばっかりじってんだよ。 わかるそれでさもうさゆ雪,雪なんていじったらさ汗もびっちょびちょになるしさ、うん、もう体力もなくなるから出かける気にもならないしさそれで半日終わったりとかするしさねっ一日無駄みたいなねっそこそこ早く起こされてさそれで終わったと思ったらもう夕方近く飯も空気にならないみたいなね何もする気ないね とこシャワー浴びて寝る <laughs> はいもう夜でも仕事でしょ学校ふざけてるよね <laughs> 全然,全然よく<っ>うんおじゃいいとこだと思うそうだから雪がない時期に帰ってくるのが一番いいんだよねはるか,か秋がいいな夏はさもう湿気がやばくて無理だから私 盆地最悪ねてかほんとせめてアパートにしてって感じだったなあ,あ見て見て売ってるよそれも<当>うん、渋谷に <laughs> 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 長野市はあんま積もんない、うん、だって、うん、長野まあ降る時は降ると思うけどねこっから長野に行くまでが大変なのよ まあねあ長野に滞在中だっていいねうーでも好きって言ってるけどね鴨志田さんこんばんは今日本海側は西日本でも降るってまんぽんさんこんばんはキキさんこんばんは新潟はやりたい仕事が探しにくいそれなだからやっぱ都会やねん結局はね ずっと都会で生活してる人は田舎に行きたいってなるしってことだよね悩むのねだりだよねうんやっぱママ家うちに住むのが一番だわうんって確信してるやけるさんがそろそろのっぺが食べたいとかないのかなって <laughs> ってかまずのっぺを食べる習慣がない <laughs> そもそもねあれかえつだよね絶対うん えでもそれ「返すだよ」って言ったら「こっちも食べるけどね」みたいなコメントあったんだけど、うん、この辺なくなくいだってさばあちゃんとか作んないやん全然そうだねママのおうって出てこないやん、ね、うちは作ってないだけだって別にあっちも作んなくない、まあ、パパの方も作んないじゃん作るよあ作るのか、うん、食べないだけい 来ないよね。最近は出てこないかも。昔は出て。てか、あれか、マうがあんま好きじゃないの、分かってるから作んないのか。か喜ぶものを多分作、たぶん。そうだよね。そういうなんか田舎料理みたいなの。そうだよね。あんま煮物とか出てこないしね。あるけど、違うのもあるもんね。うん。だと思う。<laughs> だって、まーちゃん、まー、あ、ちゃん、こういうの食べないかな、だもんね。はい、毎回。はい、<laughs> マうが好きって言ったら、永遠出てくるし <laughs>。本当だよ。 ばあちゃんのチラシ寿司とポテトサラダマジ好き、本当 <laughs> うまい。ほんとり汁と汁マジうまいから、パ <laughs> パが同じ調味料を聞いて作っても同じ味に絶対ならないっていう。不思議だよね。不思議、もう経験だよね。年取って新潟に住む気がなくなってきた口、やっぱそういう人もいるんだよ。うん。うん、ね、もともと新潟の方ですか。え住んだことがある。ああ<ー>。そう今関東にいる。うん。 そうだよ、ね、豆の目さんこんばんは雪かきする仕事とかあるのかなってあ<る>まあ、うん、あるはあるよねあれよあの冬はねそう建,建,設建設系の人とかがやってくれたりする、うん、ああそうだよねあとはあれね、うんあの 一かきできないよなお年寄りのうちにうあの市からお金もらって委託で行ったりとかあなるほどねおおディーンさんかなこんばんは松江も降るよ新潟よりさらにめていきあー松江ね、うんまあ、降る時降るねえ,え冬行ったっけ冬はね行ってないなえでもなんかあれ春か春先なんかさ

もう一回ゆっくり行きたいんだよね、なんか<や>あの。行きたいね。え、そう、しかもさ、あの、ちっちゃい時なんて分からんや、んなんかその食べ物の美味しさとかさ、ね、なんか景色の良さとかわかんないから。ね、今大人になって、た状態で、もう一回ゆっくり行きたい。泊まりで。なんかやって、<laughs> なんかやって。温泉とかね。あ、いいじゃん。なんか、ね、やってよ。なんかやらないとい、行く気にならないよ。なんかやってって何。いや、いや、だから夕銀なんかやって。 ワンマンとかやってあ,<ー>あるでしょやるでしょ別にあると思うよ多分ねえだからちょうどいいタイミングになってくれたら嬉しいな<ー> <laughs> なんかいけそうなタイミング <laughs> <ー>でもそろそろまどかさんと結婚しようかなって気持ち <laughs> 誰ですかえあれあ今何やって普通にタレントさんとかじゃないなんかイベントとかやられてるみたいだよあそうなんそうとか舞台とかなのかな分かんないけど うんでもさあれだよねでもさ恐縮だけど似てるって言,う言っていただいたこと何回かあるからさ顔の好み多分分かりやすいタイプだと思うそう,、ねかかね、<laughs> そう新潟市だけどのっぺなんかいつ食ったか記憶ないやっぱさあ<ー>まあちょっと昔のあれなのかな <laughs> でも一応郷土料理だけどね新潟の。うんうん だんだん習慣なくなってきてる説はあるよね。うん、てか作れる人が減ってるっていうパターンもない。作ってみようと思ったことないしねそもそも、うん、ママも、うん。うち煮物とかあんま出てこないからね。そうだね。私が好きじゃないから、ね。ばない <laughs> 平成さん雅紀、ま、さ,さんこんばんは。里芋あんまり食べない私。いやでも食べれるけど。まあまあ ママが嫌いだからうち <laughs> では出てこないね。おばあちゃんちで、うん、なんかお味噌汁とかに入ってたりするけど、だから,だから食べれるよ全然。ね、うん。そう鶏汁ってなんか醤油ベースで鶏肉とあれ白菜か？白菜とごぼうと豆腐と <laughs> 同じなんだよ。本当に。でネギで出汁とってるけど私とパパ てかうちみんなネギ嫌いだから、うん、取ってくれるんだけど、はい、えでもそんなもんだよねすっごい美味しいんだよね、うん、何の出汁なんだろ鶏肉の出汁なんだろう、ね、鶏肉とだからネギとあと麺つゆも入れてる気がする甘いよねちょっと、ね、甘い甘じょっぱい感じですっごい美味しいんだよね <laughs> え昨日アオーレに北里江さん来てたってえ <laughs> へ なくなった祖母のおにぎりは一生誰も作れんくらいうまかった。やっぱさ、そういうのあるよね。わ、うん、かる。キタリエさんとか言っちゃった。<laughs> リエちゃんっていう。りえちゃんきてたの。ね。やだ。てかなんか、あ、そう、入れ違い。私。ママと二人旅したの。え、めっちゃちっちゃいときだよね、松江。ママそうだね。ちっちゃい、ね。いつだっけだ。小学生、低学年とかじゃない。あ、そんな、あ、そ、あ、でもそんぐらいか。そうだね。<laughs> 観光もしなかっ、ほぼしなかったね。ど<う>ママと二人で行った時はほぼしなかったそうだよね。三人で行った時の方がね、それこそ薬王庵とか行ったじゃん。松江,松江城とか行ったんだ。そう。なんかうっすらあの多分松江城の近くってかあれなんかなまあ、でも城下町的なさ町並みなのをうっすら覚えてるって感じ。うんうんうん 全然記憶ないあのさ箸の入れ物で星型作ってもらったのめっちゃ覚えてる、うん、役もあんでねそう <laughs> 懐かしの確かに個人露天風呂っていうかあのね部屋とかについてるとかありそうだよねなん何て読むんだろう初見さんカズリエルさんかなこんばんはカピオリさんこんばんは え、マーマーと似てる、マーマーの可愛い、いやいやいや、それはない。それはない、それはない。古川さん、こんばんは。あの、ぺ作れる人減ったのわかる、やっぱそうだよね。ギバさん、こんばんは。あ、日向祭りの収録だって。へえ<ー>。うーん。そうなんだね、すごいね。うん、松江城黒くてかっこいい。うん。そうなの。 なんかさママがトントンってやってるからさトントン、うん、多分響いてんじゃない<ー>これいついてるから大平って何<え>東京でも毎年末大平って何えか食べ物え鉄道乗って出雲…あ、出雲大社も行ったよね行ったうん。 遊覧船とか橋の下くぐるときに屋根下げて、あのっぺね。へえ<ー>。ー猫鳥さん、こんばんは。うん、うん、うん。あ、ゆうはちゃんも来てたんだって。<ー>のね、その通路、客がお迎けになってしまって、へそう、なんかゆっくりね、観光したいよね。祭りね、うん。うん いやなんかさちょっとそういうところにさ旅行に行くっていうのもいいなって思ってきたの最近やっと、うん、やっぱ大人になったっていうことだと思うそうだね、うん、今日は遅い時間そうなんです騒ぎすぎてお風呂に入るの遅くなって大盛り上がりだったよねサスケ、うん、面白かったね。 マジでマジで出場者ってぐらい出 <laughs> 出ないのにめっちゃさ真剣に語ってね <laughs> 面白かった本当に最高でしたもう2時になるで、ね、寝よっか寝ますかねうん と、いうこなになに出待ちして出禁になった人がいるみたいえー、出禁とかどうやってさ分かるんだろうねねだって顔と名前一致してないと無理ってことでしょてか見た目が一致してないと無理ってことでしょ、うん、分かるでしょ写真とか撮られんのかな ね、共有されるんじゃない情報がまあ確かに何の意味あるうんまあ怖いよね4時に家出て一つ先の駅まで歩いてその駅の始発に乗るの頑張るちょっと待って4時に家出てってことはもう起きなきゃやん2時だよやばい寝よ四4時に家を出るだからね <laughs> 写真撮で,で, <laughs> でもさほんとさでも真面目な話写真とか撮んないと分かんなくない、うん、っていうね、うん、あんまりそういうの見聞きしたことないからさ分かんないんだけどうーんなんかあれまあでも、まあ、車両とかとまた話が違うからってことなのかねだってあオーレのところとかに車両なんてつっけー。 あーでもどうだろう裏とかだったらまだ、あ、ねか、まあ、知らないけどさ状況がどうだったのか知らないからまあ,、ね、まあ会える、ね、環境の時に会うのが一番いいと思うけどね、まあてかここにいる人はさ別にそういうことしてない人たちだからさ。うん だから近すぎるとダメなんだってナオさんこんばんはでもだって別に普通に芸能人とかで普通出待ちの人とかいるでしょうん悪しがいとかなくたってさそう,うんお情報をキャッチしてさ出待ちする人とかさ言うじゃんだそれはもうダメですよダメだよいやだからやっぱりさその例えば公園とかだって 何何時時かららまで公演ってて決められてるじゃんそれで会える枠があるわけじゃんだからそ,そこだけだよって思うよ私はねうーんなんかそっかそうだからたまたま遭遇しましたは別にいいと思うしょうがないじゃんだって、うん、わざとじゃないから、うん、だけどわざわざ 待ってるとかわざわざ追いかけるのはもうプライベートの時間をさ邪魔してるじゃんって思う邪魔っていうかさそれは違うんじゃないって思ってでもさそれやってたからそう思うだけでさわかんないじゃんなんかさそれを良しとしてる芸能人の方もいるじゃん別になんかそういう出待ちしてる人あ芸人さんとかそう。 だからさどこ誰がどういうふうに良くてみたいなこ、うん、いやだからそれはもういいよって言われてる人にしかやっちゃダメなんじゃないのいい普通はダメっていう認識じゃないとダメじゃない難しいよねそうなんだよね。いいっていう人もいるからさ、うん、全部がダメってわけではないまあまあまあ確かにね、うん、だ,だからでもやっぱ基本はダメっていう認識を持った上でだといいんだけどねなかなかそうってわけにもいかないのかな。 なんかマナーを守るとかさ、そういう観点がなってないとか、うん、そういうこと。だからだ、どう、どうなんだろうね、わかんない、そ,うでその。なんでもうそこにいること自体がダメなのか、多分異常な何かがあってダメなのか。か何かがあったんじゃないの。知らないけど。あ、なんかすごいタイミングで親衛隊。くやこの花さん、<あ>こんばんは、親衛隊百七十人目、ありがとうございます。 あ昔のアイドルは握手会とかなかったからで街で握手してもらいたりしたことはあるあなるほどね<ー>プライベートでも声かけてっていうあ <laughs> いやだからそうそうだからたまたま会って私を見つけましたとかって全然声かけてもらっていいんだけど<ー>だその後追いかけてくるとかはやめてってっいうことなのよそれはまあそうだけどさそれは迷惑じゃんそう だし握手とかも全然しますって感じだけど写真はもう今イベントとかしててお金払ってくれる人がいるからちょっとごめんなさいって感じだけど握手とかおしゃべりとかはちょっとだったら全然しますもちろん人によってじゃん嫌がって人もいるじゃんプライベートだから邪魔しないでって声かけないでみたいな人うんだからまあ、それはねもうやめてほしいなら言った方がいいよね本人もねああ まだチーム見てた頃リ花ちゃんが出待ちにメントられてたまあだからさもうだってさマウなんて別にさあの時代にバンダイにマスクなしでいても別にさ <laughs> まあなんかバレたらラッキーぐらいな感じだったけどさ <laughs> もうほら人気の子はさ、うん、マスクしててもきっとオーラでバレるしさみたいな。追いかけ回されちゃうのかね うんだしやっぱほらなんかこうずーっとこう見られてる感じがしてやっぱこううってなるんじゃないのかななんかこうずっと気が抜けけなないいじゃないけどさってなるんじゃないしかもほら新潟なんて買い物スポットあそこしかないからさ行くしかないじゃん握手会とかやるんだっ。しんだしなんかそのやっぱだからその気が抜けないっていうのがやっぱしんどいんじゃない別にそんな変なことしてないと思うけどさ。 なんかほらこうずーっとこうね周り気にしてさ気を立ててないといけないっていうのがやっぱりただでさえ忙しいメンバーとかだったらやっぱ私みたいにさずっと暇とかじゃないじゃんか。そかそううだよでしょ、うん、待ってていいけど声かけたい接触しようとしたらできないあだから見るのはいいってことなのかな。 あ,あ確かにハリウッド、あ K ポップとかね空港でねデマチとかそういっぱいいるやんうんえでもさそれはさでもその場にいるだけじゃねだからやっぱそそこの線引きなんじゃないいるだけいるだけとそのだからそれこそ接触しようとするとか迷惑るがダメなのかね難しいねしいそんなことないよ <laughs> 優しい まあニャンが完成するオーラのち主い,いやいやいや…いいズさんこんばんばは、の間さあヤニゃンとイベントやった時になんかクイズみたいなのやったんだけど、うん、なんかあヤニゃンのさ生誕パートでクイズやったからさ、うん、あヤニゃンに関するクイズみたいなのをやったの「うん、マルバツクイズ」みたいな、まあ、二択クイズみたいなやつやったんだけどさ、うんうん なんかあやにゃんがマウを最初に見た時の第一印象は何でしょうみたいな。うん、で A が確か何だったっけな A, A か B がど,どっちかがどっちかなんだけど1個がオーラがあるっていうのと、うん、もう1個が目力があるだったかなんだったかみたいなの、うん、で正解はオーラの方なんだけど、うん、あの一番最初にあのレッスン上で隣になったのたまたまね。うん でそん時にマウはもうあヤにゃんみたいなさ、うん、お顔の人めっちゃくちゃ好きじゃん、うん、だからあのめっちゃ可愛いなと思って声かけたの「うん、可愛いね」って出たでしょ出た,出たでしょ出た <laughs> <laughs> そうっていう感じでで喋って仲良くなったのよでそしたら地元も近くてみたいな感じであやにゃんはその時にそういう風に思ってくれてたみたいで。 私なんてほら老け顔だからさあの実年齢より上に見えたみたいでっていう話をねしたオーラがあるよって励ましてくれる <laughs> うる、ん、そうそうそう <laughs> 自虐が泣けるとか言って <laughs> そうそうそうですよ お茶ってうまっいい、うん、あったかいお茶ってほんとうまいそうでしょこっち寒すぎてもう張り切ってダウン着てきたけどやっぱ寒いもんマフラーを忘れたのが結構最大のってか痛恨のミスって感じ <laughs> 最悪ですねえでも 向こうでは暑かったです。ヒートテックにダウンはやっぱり無理でした。<laughs> 汗だくでした一人で。本でもう <laughs> デッキばかせまいし <laughs>。<laughs> まあそうだよね。うん。実家でも麦茶いやあったかいお茶飲んでる緑茶とかなんかほう今ほうじ茶飲んでるけどお茶っぱの緑茶飲んでるよね。出てくるお茶でしょだって間違いなく。 学校休みうん、もう冬休みです冬休みはい、寝ようかね二時だもんね、そろそろ寝ましょう明日は普通に夜あの、みんなが起きてるような時間に配信すると思います夜中にすいませんありがとうございましたなんか明日っていうか、まあ日付変わってるから今日だけどに仕事納めって人多いみたいうね、うん、なので 皆さん年末のお休みまでねもうひと頑張りしましょう、まあ、体調も崩さないようにゆっくり暖かくしてお休みくださいということでまた明日お会いしましょうありがとうございましたおやすみバイバイ